まあ、お花とダンスとそういう2つの表現で視覚的な面白さもあると思うし、まあ、音としてはやっぱその和楽器の独特の歪みがあるんですね。ピアノの音とかってこうかすれとか雑音みたいなのがあると西洋楽器ってダメなんですけど、基本的にはでも和楽器はその歪みがすごく面白くて、だからその2つってもともとはもう合わないって言われてるんだけど、それがこう調和してるようなところをなんか伝わっていただくと嬉しいかなと思ってます。挑戦というか和楽器と洋楽器とそういったものが一つの音楽として昇華してそれが伝わっていただけると、伝わるに頑張るので聴いていただけるととても嬉しいです。